二重橋事件は、1954年1月2日の公共一般参賀において、二重橋で参賀者の将棋倒しが発生した事故。16名が死亡した。事件発生直前の現場。人混みで埋まる橋が、正門石橋で、この写真の右側に、正門鉄橋がある。朝日グラフより、事件当日の二重橋共同通信社、戦後二十年写真集より、 事件後の現場に散乱する、町子牧のスカーフなど、朝日グラフよりこの日は、朝から、天気も、快晴で、皇居には午前9時から午後3時までの一般参賀に38万、を超える人々が訪れる。午前9時、正門が開かれた。皇宮警察は、正門街石橋の入り口より、約200メートル前方から8本の列を作って、列を守って、石橋を渡し、 正門を通して正門内鉄橋に誘導しようとした。参入は当初順調だったが、11時頃から参加者が急激に増加し、列が自然に乱れ、群衆が石橋に殺到する状況となった。そこで11時頃から石橋の通過を整理するために参入者を断続的に止めて入門をさせようとしたが、午後1時過ぎ頃から公共。 前の基調車は元よりその奥にある奥の橋や、区内庁の庁舎前まで一般参加者の人垣で埋まる状態となり、午後1時50分頃には混乱状態となった。航空警察は11時半頃に丸の内警察署に連絡して、警視庁予備隊の出動を要請した。両警察は群衆整理用のロープを張って入門を制御しようとしたが、石橋の上では、 後方からの圧力によって、前の方に押された参加者がロープとの間に挟まれた。そのため自分でロープを持ち上げてくぐり抜ける者が続出し、3、40名がそうして走り出したので、ロープの高さが上がり、最前列の者の,の首にそのロープがかかって、首を締める状態になった。午後2時15分頃、整理する、警察官はやむなくロープを下げようとしたがなかなか、下がらず、 仕方なしにロープが首にかからないように高く上げた。すると、押し止めていたロープがなくなったことで7、80名が押し出されたが、その時に前方にいた高齢の女性がつまずいて、転倒し、後続の者が次々とその上に覆いかぶさる将棋倒しとなった。警察官は救急車を要請し、人工呼吸等の応急処置を行ったが、16人が死亡。 65人が重軽傷を負った。工具警察及び警視庁は警備上の欠陥を認めて、犬会県法務大臣、斉藤昇国家地方警察本部長官、竹末達夫工具警察本部長、山口義雄国警警備部長らが被害者を疑問した。ただし、工具警察と警視庁では、事件の説明に食い違いが見られ、責任をなすりつけ合うような格好になった。 また、宮内庁も、行事の進め方に問題があったとして、公電を備え弔意の意を表したほか、昭和天皇と皇純皇后,後からも、首謀者に対して貸し並びに森花、負傷者に対して果物のお見舞い品が貸しされた。後日、群衆整理に問題があったとして、警視庁と皇宮警察本部の責任者9人が処分された。この事件を教訓として警察は雑踏警備を、 重視するようになった。ありがとうございます。